久保さん。やっぱ運命ありそうですね。<laughs> 運命 <laughs>。まあ運命が、まあ僕のまとめをちょっと話させていただくと、運命があろうがなかろうがどうします終了ですね <laughs>。運命があろうがなかろうがどうしますっていう。やろうと思えばできますよ。どうしますやろうと思えばできますよね。どうですかもちろんね、 ま、宿命というか、生まれた瞬間、戦争していて、ネットがありません。ね、この動画も見ていません。スマホもありません。まあ、それはできないですよね。まあ、久保さんの動画を毎日見てる。じゃあ毎日見てるデバイスがありますよね。で、今カメラついてますよね。多分そのデバイス。<laughs> だからそこからでもできるだろうし。だからまあ、あなんだろうな。まあ、日本に生まれてる、日本に生まれたという運命がラッキーなんじゃないですかね。 僕ははいつも思うんでで、ですすけどね。ね。あとは時代ですよ、ね、日本もまあ久保さんの広島は原爆を落とされましたけど長崎と原爆ねあの当時に生まれてたら死んでたんですよさすがに生きてられないですよねあんな無理ですようんね被爆もするだし,した人もいるだろうしだからまああの時に生まれてたら、まあ、死んでたですよねな,なんか核ミサイルをなんかうん 羽のける、スーパーマン、全人間じゃねえっすね。人間じゃないですね。うん。あ、摂氏、何千度とかで出るんですよね、確か。うん。まあ、あのね、広島の原爆落ちた時の,あのひ、あの、よくね、なんか、語られたりとか映像出てきてたりとかあれですけど、もう火だるまになった、あの、人たちがもうすげえ歩いてたみたいなね。だから、すごい、ピカ、ピカですよね。 すごい熱だったと思いますけどね。まあ想像すると絶する世界かなと思いますけど。でも僕たちは今そこに生きてないんですよね。今この動画を見てるってことは YouTube を見ていると。ノーノーと。ね、言葉汚いですけど。まあそこに比べるとね、ノーノーと YouTube 見てるわけじゃないですか。平和ですよね。めちゃくちゃ平和ですよね。だからそんな平和な世の中に生まれてきて何ができるの 何ができるのかと。自分に問いかけてみたらいかがでしょうか。僕は、まあ、ひたすらやれることをやっていこうかなというところでございますね。変わらず。うん。なんでやるのかっていうと、うん、この生活を守りたいからですね。うん、もう攻めではないですよ。守りですね。もう守り。うん、もう攻めは終わったんで、とにかく守、まあでも攻めてるような感じですけどね。僕の中では守りですけどね。 うん、やればやるほど守れるっていう、うん、まあちょっとこれはちょっと理解できないかもしれないですけどねうんや,やって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 まあ包丁もね研がなかったら錆びてきますから、うん、まあやりとりでも久保さんも言ってますし僕も言ってますけどもまあ毎回喋ってればトーク喋れるようになるじゃないですか。 まあ喋りが下手、うまい、置いときまして、僕は昔に比べると喋れるようになりました。喋れるようになったおかげで、なんだ、今なんかもう YouTube で僕飯食ってるようなもんなんだ、ほとんど。動画ですから、ほとんど、僕が。僕が、生計を立ててるのはトークですよ。もしこの動画でね、まあこの億万長者合宿はちょっとあれですけど、あの、もし僕の動画を聞いて、話を聞いて、誰も、誰も、 うんうん、なんかこの人いい人、いいこと言ったなとかね。なんかその、誰一人もね、何もなんか与えることできなかった僕商品売れないですよ。こんな生活できてないです。<laughs> 少なくても、昔に比べるとその技術、話術か分かんないですけど、トークっていうのは上がったと思います。うん。まあそれは飯食えてるんで、ずっと。うん。だからまあこれからもそれはずっと続けますよね。 まあ、あとはまあね、さっきちょっとブログ書きましたけど、去年から毎日ブログ書いてますけど、まあ、文章もね、ネットで稼ぐで,るんであるならば、まあ文、コピーライティングか、トークかしかないた、トークしかないなと僕は思ってるので、まあ、これはちょっと続けようかなと。うん。手に入れた包丁をずっと研ぎ続けるいうことですね。僕は10年間、10年以上こうネットビジネスやって、まあ、ある程度のスキルを手に入れました。 で、包丁を手に入れました。ネットで稼げるという包丁を手に入れました。だけど、その包丁も使わなかったら錆びるので、使い続けます。やり続けます。その包丁を担保するためにね、いってらっしゃい。